アジフライスタジアムの夜、今年成人するイカとタコの成人式が行われました。あ、取材？何取材って、おいし、今年成人だよ。どうもどうも、今年成人するヒレオだよ。今日はスーツをバッチし着て成人式に出席していこうかなと。すごい楽しみなんだよね。いやちょっと緊張するけど楽しみだな。これで僕も大人になるんだ。大人の階段登ろう。今は下ってるけどね。いた！びっくりした。誰？何？やめてよ、びっくりしたよ。なんか当たったよね、肩ぶつけてきたよね。もういいや、気にしないけど。いや、なんでこっち見てんだ、ずっとあの人は。変な人だな。市長、市長が長々と話をしている。成人おめでとうだって。僕も今年から成人。あれ、なんかさっき肩をぶつけてきたタコ来たんだけど。ひどい、荒らしてる成人式よこれ。こんな許されんの？壇上上がってきたけど、これニュースになるやつじゃないか。よくよく、ニュースになって、暴れてる成人がいましたみたいな。ヤンキー、ヤンキーだ。特攻服着やがって。これ止めなきゃいけない。市長がかわいそうだ。市長、市長、大丈夫ですか？新成人になったヒレオが、僕が助けたよ。ニュースになるかな、これ。これニュースになるといいな。ねえねえ、この噂知ってる？この場所って、出るんだって。出るって、何が？鬼。あの、鬼だよ。そんな、そんな鬼いないよ。鬼だー！待て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 ！鬼は外！鬼は外！鬼は外！待て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 ！鬼は、鬼は外だよー！待てい！ちょっと待って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 。僕、鬼じゃないのにな。そんなに鬼って言うなら鬼になってやろうかな。はい、こんにちは。ごめんね、僕は鬼だったみたいだ。二人で浅利を投げてくるなんて、ほぼいじめだからね。だからどっちが鬼かわからないから、僕が鬼退治をしといた。うん、悪くない。僕は全く悪くない。とても仲の良い三人のイカちゃんがいました。みんな仲が良く、喧嘩もせず、いつも一緒にいる三匹のイカです。そしてバレンタインデー前日。やあ、どうもヒレオだよ。明日はバレンタインデーらしいから、チョコもらいたいなと思って、いろんな子に声をかけてるんだ。あ、あそこに、若子の女の子たちがいるぞ。ねえねえ、明日さ、バレンタインデーだよね。チョコさ、僕にくれない？友チョコでもいいから。ギリチョコでもいいよ。ああ、本物でもいいよ、もちろん。ふふふ。わーい、みんなチョコくれるって。明日はモテモテだ。何個チョコもらえるかな？ 10 個かな？いや、さっきも100人に声かけたから110個かな？
たくさんもらえるね。まだかな。まだかな、これ。全然来ないんだけど。これもしかして、パクれられたかもしれない。もう12時回っちゃう。バレンタインデーじゃなくなっちゃうけど。もらえない。チョコもらえない。誰にももらえなかった。イコももらえなかった。今年はゼロ個かな。その頃、イカちゃんたちは仲良くドライブをしていました。ねえ、ちょっと。昨日ずっとここで待ってたんだけどね。誰も来なかったよ。君たち何してたの？僕にチョコくれるって言ってた気がするけど。おかしいな。聞き間違いじゃないよな。なんか言えよ。おい。三人でどこ行ってたのよ。僕も混ぜてよ。ねえ。僕、みんなには言ってなかったけど、チョコレートをもらったんだよね。これは本命のチョコレートなのかな。とーっても美味しかったから、一口で食べちゃったよ。今日はホワイトデーだから、イカちゃんにお返しがしたいんだ。ついでに僕の愛の告白でもしておこうかな。ふふふ。チョコレートもらったから大丈夫だよね。いやー、どうもどうも、イカちゃん、キリオだよ。こないだはありがとね、この本命のチョコレート。美味しかったよ。僕にチョコレートくれたってことは、僕のこと好きなんだよね。え？好きじゃない。もしかしてこれって、ギリチョコだったの？そんなの聞いてないよ。本命だと思っちゃった。なんか、悲しいな。もう水の中に入ろうかな。僕は、そうか。好きじゃなかったのか。勘違いか。え？イカちゃん止めてくれるの？もしかして、僕のこと好き？うわあ！やっぱ僕のこと好きじゃなかったのか。